日本や西洋がイスラエルや中国と違って国家自体が長く続いては何でしょうか。島だから。日本海というところではあるのと、アメリカが日本を占領して、で、ロシアと戦う時の壁にしたんですよね。ロシアとアメリカが戦う時に、日本がアメリカの本土だとすると、日本に攻撃をされた場合、ロシアと戦わなきゃいけないじゃないですか。でも、日本は別の国です。でも、アメリカは日本をコントロールしてますってなると、日本人が死んだとしても、アメリカ人が死んだわけじゃないから、ワンクッションを置いた上でロシアに攻撃っていうのができるんですよ。政治的に例えばじゃあロシアが先制攻撃をしてアメリカ人が死にましたってなるとアメリカ大統領はめちゃくちゃ責められるんですよ。でも日本人が死にました、なので同盟国である日本を守るためにアメリカ人はロシアを攻撃しますであれば、大統領的には何のダメージもないし、むしろいけいけってなるんですよ。なのでロシアとの壁という形で日本っていう島が必要でしたと。今ロシアってそれな状況じゃないんですけど、今は中国とアメリカっていう対決の中で、中国のめちゃめちゃ近くに日本っていうアメリカの同盟国があるんですよ。で、めちゃめちゃ近いから、日本からミサイル撃ったら中国にガンガン撃てるじゃないですか。中国からアメリカ本土はいけないけど日本には撃てると。っていうので、まず中国がアメリカと戦おうとしたら日本を攻撃するよねと。っていう状態で、まあ北朝鮮もそうなんだけど、っていうのがあるので、日本っていうポジションはすごい美味しいので、これ独立させた方が得だわっていう計算が当たったんですよ。で、アジアで言うと、占領されたかなかった国っていうので、タイっていう国もあるんですけど、で、タイもめちゃくちゃ強かったとかじゃなくて、そのベトナムとかインドネシアとか中国とか、いろいろとその植民地が、要はその頃の西洋の国が、いろんな東南アジアの国の植民地を作って、これ壁つながったらここ揉めるよねと。なので、間にあるタイだけはほっとこうと。タイを占領しないで行くと、その俺互い国境を触れないから、じゃあお互いに揉めなくて済むよね。なので、タイだけは攻めないでおこうねっていう、たまたまいいポジションにいたんですよ。なのでタイは美味しいまま王政っていうのが続いてるっていう、っていう感じで、その日本とかタイっていうのは地政学的に他の国が攻めない方が得だよねっていうところにあったから占領されなかったっていうのがあって、まあアメリカには占領されたんだけどね、日本はまあいいやっていうのがあるので、単純にその土地の形の問題です。日本人とかタイ人が超絶優秀だからその西洋と戦って勝ったとか、そういう話ではないです。はい。ちなみに世界最強の民族国家でいくと一番強いのはベトナムなんですよね。ベトナム戦争ってアメリカと戦ってベトナムが勝ったんですよ。アメリカと中国って何度も戦争してるんですけど、ベトナムが勝ってるんですよ。要は今世界二大軍事力のある国、アメリカと中国と両方と戦って勝った国ってベトナムだけなんですよ。ロシアも勝ててませんと。なので民族として一番強いのは誰っていうとベトナム人なんですよ。ただまあ、ゲリラっていうのがあるんで、要はそのゲリラ戦略っていう、要はその誰が兵隊で誰が敵か分かんないと。ベトナム本土が戦地になったので、そこの民族の国まで行って勝つときってもう全員ぐらいしかやりようがないんですよね。要はその昔その中世とかの時代ってゲリラが出るから基本やべえなって思った国の民族は全員ってやってたんですよ。中国とかもなんか40万人救命とかやったりするんですけど、で今の時代って全員ができないんですよね。なので民間人は残しましょうってやると、民間人の中にゲリラが出てきて暴れ出すっていう、まあフランスでいうとパルチザンみたいな人たちが出てくるんですけど、っていう感じで、その基本的にそのゲリラ戦になるとその国の人たちには絶対勝てないですよね。なので日本もゲリラ戦まで持ち込んだら結構なんとかなったかもしれないですけどね。